はい、皆さんこんにちは。りなです。ダカです。エッティブログです。今日はノイシュワンシュタイン城を見ました。今からはお腹ペコペコですので、ちょっとちゃんとしたドイツ料理、ババリア料理を食べたいと思います。最高ですね。こちらで食べるんですが、どれだけ美味しいか紹介していきたいと思います。そうだね、入り口はこっち。ちなみにあの奥にノイシュバンシュタイン城が見える。木に隠れてるけどあの奥にあります。じゃあ入りましょう。おお、シュロスブラウハウス。ちなみにブラウハウスってどういう意味？ブルーリー。おお、ビール作ってるってこと？だったら美味しいよ。絶対美味しいね。あれはディアンドル？ああ、皆さん、あれがドイツの民族衣装、ディアンドルです。広っ、めっちゃ広いじゃん。ボウリングってどういう意味？本当にボウリングできるの？お、本当だ。おお。ビール。お、シュロスブラウヘンハウス。だから4つがあるの。ヘルバイツンドンクスペシャル。じゃあバイセン。白ビールでね、バイスビア。社長は？社長がまだ見てる。メニューでは、まあ、スープ、サラダ、小さい料理、ベジェタリアン、ちょっとだけの冷たいもの、とメインメニューがあります。OK? ダストンプ？ダスシア。はい。今、バイスビア？バイスビア、ビア。はい、どうしよう？おー、うまそう。フェジーバッサ、ジェナカ、何？炭酸？あ、あのレモネード。でも、あの葉っぱでできたというか。ジンジャーエールみたいだね。そう、ジンジャーエールみたいな感じ。あ、そうだ。乾杯、マホス。乾杯、乾杯、乾杯。乾杯。冷たい。うわ、めっちゃうまい。あ、めっちゃうまい。うん、味が濃くてめっちゃうまい。これも美味しいよ。タカが好きじゃないかもしれない。あ、美味しい。美味しい。うん、そう、私もそういう好き。めちゃめちゃうまいよこれ。バイスビア。Und wir hätten auch gerne einmal die Haxe. Ja. Und dann noch die Brauerbratwürste. Can I try ein bisschen? Ja, ja. Auf Deutsch? English, Deutsch. Nein. Can I try ein bisschen? Nein, du musst selber sagen. Can I try ein bisschen? Kann ich ein bisschen trinken? Genau. Mhm. Ja.パパのやつはドゥンケル、黒ビールです。タカもドゥンケル好きでしょ。ドゥンケル好き。でもさっきドゥンケル飲んだから。うん、そうだね。ゼブ。うお、ゼアグッチ。ゼブ、ベサ？ベサ。さっきのやつより全然美味しい。もう一杯飲んでもいいかな。こんなドゥンケル美味しいね。タカは運転しないからもう一杯飲んでもいい。味比べ？大丈夫大丈夫。しかもここのドゥンケルめっちゃスモーキーで味が濃くて美味しい。じゃあ私も。なんか日本では考えられない出し方だよ。縁起が悪いよ。いや別に。これは豚の足だよ。見て、ここに骨がまだついてるよ。いや、この、あの、桃の豚の太ももだって。で、これめちゃめちゃカリカリだね。カリカリに焼いてるよ。で、それに、タカ、これ何？クヌーだよ。カトフルクヌール。これ、ジャガイモのもちもちしたやつ。うん、もちもちしたやつ。で、もう一つは、ドイツ定番、一回ぐらいは注文しなきゃいけないブラトワースト。ソーセージ。めっちゃカリカリに焼いてるよ。すごいね。これは何？ミュンヘンで有名な料理。まあこの、はい、この地域で。うん、カリカリだね本当に。やばいことだよ。
さあできたできたできた。あーパーフェクトだよ見て。絶対に絶対にこの皮は美味しいじゃん。パリッパリで。まずはこれ。あー見てめっちゃ柔らかい。じゃあれかな。じゃあれか。うまいね。すごい。熱っ。聞こえる？聞こえる。おいしい。Do you like it? Yeah, yeah. Very good. それに。Normally, I don't eat pork, but so... This is very good. くぬどもち。うわ、うわ。まずはお肉をすればいいんじゃない？これ骨？骨ついてない？ついてない？カップ。おいしい。でしょうね。お肉ほろほろ、ほろほろだね。ね。この皮は。ここはめっちゃ美味しい。これ何がいいかって皮のすぐ近くに脂も乗っててカリカリと脂のジュワーっていう肉汁がめっちゃ美味しい。そうだね。あ、しかもちょっと焦げの味もしてうまいね。ビールに合う。最高。ドイツ料理めちゃめちゃ美味しいじゃん。あれだよ、ドイツ料理全部ビールに合うように作ってると。そうだね。ドイツ料理もだから意外と味濃いよね。味濃いよ。名古屋飯ってめちゃめちゃ味濃いって思うけどさ、それに負けないぐらい味濃いと思う。そうだね。はい、ソーセージこんな感じに、これ。ちなみにドイツのソーセージは日本のソーセージと違ってパリパリはしてないです、ね、シャウエッセンみたいな感じではない。おいしい。ちょっとちょうだい。このスパイキャベツもおいしい。ちなみにこれは何ですか？サワークラウト。 Yes。 で、最後にパン。うまっ。これめっちゃ美味しい。ザワークラウト。ソーセージもちょっとスパイシーで美味しい。スパイスがなんか練り込まれてる感じがする。これね。うまっ。Bist du zufrieden? Ja. Ich bin zufrieden. この豚の丸焼き。もう顎がめっちゃ疲れる。皮が分厚くてカリカリで大丈夫。顎明日筋肉痛になるんじゃない？ここドイツは何を食べても硬い。パンも硬いし、ドイツパンだからソーセージぐらい柔らかいの。あの顎にいいよ、ね、日本の料理は全部あの柔らかすぎる。顎が鍛えられますよ皆さん、ドイツに来たら。真ん中に骨が入ってるから難しいの取るのが。これは何？お祝いの時とかに食べるの？いや、別に。なんかさ、日本のクリスマスでさ、ターキーを食べるみたいな感じで。そういうわけではない？日本のクリスマスでターキーを食べるの？ターキー丸ごと。有名でしょ？誰も日本のクリスマスでターキーを食べないよ。ケンタッキーを食べるかな。だからくどくなってきた。いや、豚をばかり食べると。焦がしましょうか。全部剥げ取りました。骨こっち。すごいね、豚の骨。食べました。お腹、顔が見えておりません。やナフティッシュ。ナフティッシュ。ナフティッシュない。スーフィール。デザートは？ノー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 。ごちそうさまでした。
あー、食べきった。食べました、食べました。うん、食べました、食べました。すごいね、満員だね。あ、あそこにあるじゃん、ビール。そうです、そうです。あれで作ってるんじゃない。おー、寒くなってきた。おー、寒くなってきたね。やっぱ、今何時？Understatement。 雨が降った。あ、雨降ってきた。ちなみに今7時ぐらい、夜の7時ぐらいですけど、全然明るいです。8時ぐらいまで明るいです。そうそうそう。皆さん見えますか？あそこにあります。見えないね、なかなか。ちょっと見に行きますか。見せるために行きましょうか。ちょっとだけ見に行きましょうか。うん、濡れちゃうよ。チャチャーン、ノイシュワンシュタイン城。僕このちっちゃいやつ。ということで、美味しかった？はい、ということで、ドイツ料理は皆さんいかがだったでしょうか？美味しかった。もう本当のリアルドイツ、ドイツ、ドイツ、ドイツだね。はい。リアルドイツ料理でしたね。この動画はここで終わりにします。楽しかったなら、いいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。